宮古島駐屯地は沖縄県宮古島市に所在する宮古警備隊等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。千代田カントリークラブの跡地を利用し2019年3月26日に開庁した。宮古警備隊長が駐屯地指令を兼務し、駐屯地管理業務は宮古警備隊広報支援隊が担当する。南西諸島海域における 中華人民共和国及び朝鮮半島有事などの軍事的脅威に対する日本の離島防衛体制強化を目的として整備される事業の一環として二十六中規模に基づき建設を開始した。会長当初は離島警備部隊を主力とする三百八十人程度であったが二千十九年三月二十六日に開長された天マミ中トンチ及び瀬戸内分トンチ 31中規模期間中に、会長予定の石垣島の中屯地同様、地体艦誘導弾、地体空誘導弾部隊の配備が建設当初から発表されており、現在は700名程度の自衛隊員が駐留している。中屯地の東部に位置するホラ地区には、約100メートルの副動車場と弾薬庫を含むホラ訓練場が整備される予定であり、2021年4月までに、 弾薬庫等の一部施設の供用が開始された。2020年3月には、九州本土から第七公社特化軍本部及び一個中隊が移駐し、地対艦ミサイル中隊が新編された。ありがとうございます。